続いてはリヒャルト・シュトラウスが彩るロマンティックオペラの最高峰、美しき恋と別れの物語、バラの騎士。舞台はウィーン。妙齢の元帥夫人と愛人関係にある裏若き貴族オクタビアンは、夫人のいとこである男爵と裕福な貴族の娘ゾフィーとの政略結婚に際して、その使者となるバラの騎士として推薦される。男爵からの婚姻の印として銀のバラがオクタビアンによってゾフィーへと贈られる。しかし二人の瞳に映るのは、リヒャルト・シュトラウスならではのきらびやかで色彩豊かなハーモニーと、二人の心の中で渦巻く複雑な感情が揺れるシーンをどうぞお楽しみください。